ITIP プラットフォームケイロスのチュートリアルビデオをご覧いただきありがとうございます。この度ケイロスソフトウェアバージョン 1.1 をリリースしました。今回のバージョンではケイロスのニュース録で扱える映像の形式を増やしました。今回のバージョンではインターレース信号の入力に対応したのが特徴の一つです。放送用ハイビジョンの規格に対応したことでケイロスを活用いただけるフィールドが広がりました。 NTSC 圏の 60i だけでなくパル圏の 50i にも対応しています。そして SRT、RTMP の入出力、RTSP の入力にも対応しました。インプット側は NDI2 チャンネルプラス任意のストリーム6チャンネルの合計8チャンネル、アウトプット側は NDI2 チャンネルプラス任意のストリーム2チャンネルの合計4チャンネルに対応しています。例えばリモートカメラを RTMP で接続し少人数チームを編成したり、また SRT で遠隔地のケイロスとインターネット接続して高品位なリモートプロダクションを実現するなど、さまざまな用途にご使用いただけます。そして主に放送・配信向けにフレームディレイの設定ができるようになりました。 ST2110 と SDI の入出力に対応し、カメラごとに異なる遅延を0から12フレームの間で調整し、タイミングを合わせることができます。また 8K 映像の処理が可能となりました。 8K コンテンツの制作だけでなく LED ウォールなど特殊なアスペクトの画面にも柔軟に対応します。このように今回のバージョンではライブ映像制作だけでなくリモート制作のニーズにも応えることのできる多くの機能を実装しました。進化を続けるケイロスにどうぞご期待ください。ケイロスのさまざまな機能や使い方をご紹介するチュートリアルビデオを公開しています。こちらの URL でご覧ください。